春日豊彦2020年4月は日本の実業家。三木本義孝と養子縁組をしていた間のせいは、三木本で三木本の社長、一般社団法人日本新珠振興会会長などを歴任した。1946年に生まれた。熊本県立熊本高等学校を経て、1968年上智、大学外国語学部英語学科卒業。 学生時代には、カナダの証券会社でのインターンや、日本一周ヒッチハイク、世界一周バックパックの旅、等を経験。大学卒業後は、商社に勤務。また、私生活においては、三木本社長、本間俊明の娘である、本間香織と結婚することになった。なお、甲は三木本創業者である、三木本幸吉の彦であり、甲の叔父は、 三木本創業家当主の三木本義孝である。義孝の妻である三木本住子は、公を、ことのほか、可愛がっていた。そのような経緯から、豊彦は三木本義孝、住子夫婦の養子になり、三木本家に入った。それに伴い、姓をかすがから三木本に改めている。豊彦と結婚した公も、本間から三木本に姓を改めた。三木本家を出た後も、 三木元の経営に携わっており、社長退任後は三木元の会長に就任した。学府の本間俊明から打診を受け、三木元に入社し、ニューヨーク等で勤務した。同社役員を経て、1993年から2003年までの間、同社代表取締役社長を務めた。経営トップとして、同社の海外支店網の拡大等に力を発揮。他には、 一般社団法人日本真珠振興会の会長を務めた。しかし、妻である三木本香織が2001年に57歳で亡くなると、その1年後に竹から5歳をめとった。これがきっかけとなり、養母である三木本澄子との養子縁組を解消することになり、生が三木本から春日に戻った。2020年4月、神奈川県逗子市において犬の散歩中に、 土砂崩れに巻き込まれ死亡した。74歳だった。2020年4月21日、カスガの飼い犬がリードをつけた状態で警察に保護され、その後、前日20日に犬の散歩に出てから帰宅していないことが判明した。カスガの行方を捜索中、小壺4丁目の海岸の崖が崩れているのが見つかり、24日に土砂に埋もれた瞬日が発見された。繊細である。 三木本香織が三木本創業家の流れを組んでいることから、元姻族には実業家が多い。遠赤関係にあった著名なものは多数存在するため、下記ではかつて親族の範囲に該当したもののみを記載した。ありがとうございます。